別の部を求めてやってましたけれども、どうしても、顔面打撃とか、投げとか、実践的なものをしたくてですね、クードに、変えました。今回なぜ試合に出ようと思いましたか。クードですごくいい稽古もできてますし、まあ、自分の中では常に最強を更新できてるなと思っています。なので、その更新した、自分を確かめていきたいなと思います。試合に向けて信念を。そうっす。まあ、稽古をしたことが、出せるように頑張ります。